両チームのスターティングオーダーは以上のようになっています。今日の主審はハインツ・ミューラーさんです。今開始のホイッスルが鳴りました。前半のキックオフ、右サイド緑のユニフォームはアイルランド、そして左サイド青いユニフォームはフランス。どこまでも守ります。ヘッドで戻してワンタッチで前方にフィード、回してギルベイン、チェックに行くのはストーンと、激しい攻めに合っている。スペースに出す、左へ、追い詰められました。ここはヘッドでクリアしています。この辺のボールをうまくカットできればいいんですけどね。はい、またクリア。フランス立ち上がりいかがですか。立ち上がりは慎重ですね。ここにビエラ、見せてくれます。鉄壁のディフェンス、激しく奪い合う。そして左サイドロイキーン、食い下がります。仕掛けてくるのか、守りきれるか、コースを塞ぐ。右サイドへ、激しい攻防です。大きく出していきます。プレッシャーをかけます。左に回す、フランスコースを潰します。ここはアンリ、さあ前へ、ヘッドで戻してビエラ、プレッシャーを与えます。そこからウィルトール、チェックに行く。ボールがタッチを割ってスローインです。ボールを入れるのはリザラズ、返して左サイドへ、一度下げて胸で落として先制のチャンスです。
フランスボールになります。ボールを入れるのはピレス。ここはよく守りました。前に送ってのチャンスです。ヘディング、ここはなんとかしのぎました。オリバー・カーン、フランス、イェン・ロエマー、ゴーゴーゴー。前半30分、フランス先制ゴールを決めました。ビエラ・ビタカ、これが世界のプレーだ。場内総立ち。この選手はいい雰囲気を持ってますね。チームが元気ない時なんかは彼の存在が大きいですよね。ああ、そういう意味でも監督の期待も大きいですよね。そうでしょうね。そして中央へ持っていく。胸でトラップ、激しい攻めにあっている。追い詰められました。主審のハインツ・ミューラーさん、ファールを取りました。ロイ・キーン、イエローカードをもらいました。出した、ここは繋がりません。タイミングが合いません。縦に送る、いい守りです。そろそろ前半の40分を回りました。激しく奪い合う。アイルランド、右サイドを使ってきた。右へ出した。そしてミルトール、長いボールだ。食い下がります。つないでギルベイン、ストライカーコノリー、守りきれるか。一旦戻してもう一度、長いボール、コースを塞ぐ。縦にボールが出ました。おっと、ここで前半終了。アイルランド、前半戦終わりまして1対0、フランス1点リードで折り返しています。後半戦始まります。激しい攻防です。タッチを割っています。ボールはタッチを割っています。プレッシャーをかけます。フォローが欲しい。強気のタックル、スローインに変わります。あっと危ない。このボールを蹴るのはフィナ。サイドを変えて、右に送って、グリーン、プレッシャーを与えます。フリーキック、さあフランス追加点のチャンスになります。ゴールラインを割りました。
ここはジダン左に送って、そしてここはリザラズチェックに行く。ボールがタッチを割ってスローインです。大きくサイドチェンジ。後半の15分です。いいですよ。はい。チェックに行くのはジダン。激しい攻めに合っている。中に入れるか。ストーントンヘッドでクリア。アイルランド選手交代の準備をしています。クリアしたのはキンセラセンターフォワードロビーキーン。追い詰められました。回してアンリ、激しく奪い合う。前方にフィード、左へ出した。ワンタッチ、食い下がります。ここにロビーキーン、胸で落としました。左に流れます。右へ、ここはアンリ、そこからギルベイン。後半の30分を経過しています。じりじりと上がってきました。さあどこへ出す。守りきれるか。まだ持っています。後ろから倒されました。ギルベイン審判から注意を受けています。ここで両チーム選手を変えていきます。アイルランドキンセラマカティアハート下がりまして、ホランドデラップカー入ります。そして一方のフランスビエラ変わりましてカランブー入ります。これで3人の交代全て使いました。うまく落としました。グリーンプレッシャーを与えます。ここはギルベイン。フランスどうですか。ちょっとペース落ちてますね。うん、そうですか。さあここで踏ん張ってほしい。守りきれるか。右サイドへ、左へ、スペースへ出した。そろそろ行くのか。今後半40分です。戻して大事に行きたい。繋いでジダン、これは繋がらない。うまいカット、プレッシャーをかけます。前線に送られる。一度下げて食い下がります。ロスタイムもうほとんど時間がありません。フィル・ネヴォル、アイルランドとしてはトニー・アダムズ、追い詰められました。主審のハインツ・ミューラーさんファールを取りました。スルーパスはここはつながりません。最後のチャンス、激しく奪い合う。スペースを狙ってきた。今のがつながればチャンスだったんですけどね。肝心なところでつながれませんね。主審がちらっと時計を見ました。激しい攻めにあっている。ボールを入れるのはテュラム、落として、そして今タイムアップ。フランス踏ん張りました。宮澤さん、フランスなんとか勝利しました。よく耐え抜きましたね。ご覧いただいていました試合は1対0フランス
ランス見事な勝利を飾っています。